どうもこんにちは、漫画家のカッピーです。左利きのエレンを描いております。今日はですね、集中力の質というお話をしたいと思います。集中力の質っていうのは、漫画の劇中に登場した架空の書籍に出てくる話なんですけど、才能とは集中力の質である、まあそういうくだりで登場する本なんですけども、まあ、よくその努力できることが才能だとか、まあそれは昔から言うじゃないですか。そういう話から発展して、まあそもそもじゃあその努力って何？物事にその没頭できる力って何？まあ長時間勉強できたりトレーニングしてる人は、まあ努力してますよね。で、その努力っていうのをまあ突き詰めると、その集中力が関係してるんじゃなかろうかと。まあそれは、クリエイターでもアスリートでも料理人でも、まあビジネスマンでも学生でもみんな同じだと。で、加えてその劇中でも語ってるんですけど、アーティスト向きの集中力とスポーツ選手とかに適してる集中力ってまあそもそも違うよね、だから比べにくいよねとも思ってたんです。で、なので集中力だけではなくて、なんかその集中力にもその性質がそれぞれあるんじゃないかなって思ったのがきっかけで、それを比べやすいようにその尺度として考えたのがこの3つですね。深さと長さと速さ、この3つの軸で、まあ、集中力の質っていうのが測れるんじゃないか。まあ、まず、まあ、深さっていうのはまあ分かりやすいですよね。集中が深い浅い、まあ、よく言う言葉だと思うんですけど、で、まあ、集中が浅い浅めの人って、その、まあ、いろんなところにこう意識が行くんで、それはそれでいいことだと思うんですよ。だから普通にこう、まあ、ある程度集中してて、で電話が鳴ったらすぐ気づいて電話取って、ですぐ作業に戻れるとか、まあそういう浅い集中力の方もいますし、もうなんか電話が鳴ろうがピンポン鳴ろうがもうずっともうグワッと鳴る深い集中の方もいると、まあそういう浅い深いっていうのがまず1個あるな。で、2つ目、長さですね。で、これはまあ集中の継続時間です。まあ割とその頻繁に休憩してしまったり、まあタバコ吸う人とかはね、結構その1時間に1回タバコを挟まないと集中できないんだよねとか、まあ休憩のタイミングとか、まあ集中力が切れてしまうタイミングってまあ人それぞれだと思うんですけど、それがまあ1時間だとまあそこそこ長いよねとか、それがもう半日続くとまあ結構長いじゃん。朝から晩までもうぶっ通しでも大丈夫だったらまあめちゃくちゃ長いとか、なんかそういうその集中力の継続する時間をまあ一個尺度として考えました。で、最後3つ目なんですが、この速さですね。ここに関してはちょっとそのあんまり語られない部分かなとは思ったんですけど、集中するモードに入るまでの速さっていうのが1個すごく重要なんじゃないかなと思う。まあ、瞬発力っていう風に劇中では書いてるんですけど、助走期間ですよね。だからまあ仕事しようとか、まあ、今回動画撮ろうとかそう思ってからいざ集中するまでの長さってやっぱ人それぞれあるような。まあダラダラちょっとまあ一回 YouTube でも見ようかなとか、まあちょっと散歩でもしてこようかな、そういえばコーヒーないなとか、水とか用意しとこうかな、まあいろんなそのああだこうだってやってるうちにまあ2、3時間経っちゃうっていう、まあ僕のタイプなんですけど、そういう人もまあ中にはいるし、もうやるぞってなったらもう一発でパンと集中できるっていう人もやっぱり中にはいらっしゃいますよね。そういうもうめちゃくちゃ瞬発力速いっていうタイプの人もいる。で、そうなった時にやっぱり速さっていうのは一個尺度として比べようがあるなと。まあ、そんな深さと長さと速さっていう3つの尺度があって、それの組み合わせがその人のオリジナルの集中力の質なんじゃないかっていうふうに考えました。まあ繰り返しですけど、これはあくまでその
僕が考えた論理なので、あの核というか、あのまあ本当にどこかのね、その研究があるわけではないんですよ。本当に僕の、思ってたことを書いてるだけなので、もともと会社員で、そのまあ会社の中でそのデザインとか、そのまあものづくりの仕事をしてたんですけど、あの人と自分は何が違うんだろうとか、どうしたらあの人みたいになれるんだろうっていうふうにずっと考えてて、多分僕がその天才だったら、そのこんな発想には至らなかったと思うんですよね。天才じゃなくて凡人だから、どうしたらあの人と同じになるのかなって考え続けて、まあ一個仮説ですよね。もしかしたらこういう集中力とか集中力の質っていうものがやっぱ人それぞれ違うんじゃないかなって思ったのが、まあそもそものきっかけなので、あの漫画のために作った話ではないんですよ。左利きのエレンっていう漫画を描き始めるずっと前から、なんとなくこの集中力の話はずっと思っていました。あの漫画にするにあたって一個すごく大事だと思うポイントを見つけたんですよ。それが、あの集中力の質には優劣はないっていう風に考えるようになったんです。さっき言ったその分かりやすいので言うと、その深さって部分はすごくそのイメージが分かりやすくて、天才は深い集中力を持っているってなんとなくあるじゃないですか。で実際そういう側面あると思うんですけど、あのじゃあ深くないといけないのか、浅い人は天才になれないのか、凡人なのかって考えると、あのぶっちゃけその時と場合によると思うんですよね。その職業の内容にもよるし、っていうのもその浅いのがその単純に比較して悪いとは思わないんですよ。さっきも触れたように、あの深すぎるがゆえに不器用だったり、あのそういうことがあると思うんですよね。そのまあ、よく言うそのアーティスト気質だねって、あの結構良くも悪くも使われるじゃないですか。なんかだって普通にあの会社で働いてて、あの山田さんとか声かけてなんか全然反応してくんないみたいな、そういう先輩がいたら結構、うん、その会社員としては、まあ、どうなんだって思うじゃないですか。でじゃあ会社で出世するタイプはって考えたら、もうあっちにもこっちにもすごい気を配れて、その複数の仕事をパン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 こうチェンジチェンジチェンジって切り替えがすごい早い人とか、そういう人ってなんか出世する感じしますよね。なのでこれはだから深ければいいとは一概に言えないって思ったんです。で他の項目に関してもそうですよね。長さ、長い方がいい感じしますけど、まあこれもだから結構最近のね、その働き方改革というか、そのちゃんと定時に集中をパンと終わらせて、あとはリフレッシュとか、なんかそういう人の方が実は会社員向いてたりとか、あの社会の中では出世しやすかったりとか、やっぱり優劣はないんじゃないかって思いました。なのでまあちらっとこの左行きのエレンのこの部分だけちらっと見た人でよくあるコメントが、あ俺はこうこうこうの3つの項目だから凡人だわ、ダメだとかいうコメントをしてる方とかたまに見かけるんですけど、なんかそういうふうには書いてなくて、そうではないよっていうのをちょっと劇中通して内容含めてちょっと語っていきたいなと思ったのがこの漫画です。結構組み合わせによってそのキャラクター違うよねっていう話があって、まあ、例えばその登場キャラクターだったら、主人公はすご結構そこそこ深い集中で物事に取り組めるんだけど、でそこそこ長く集中できるだけど、集中に入るまでが結構遅いよねっていうタイプなので、まあシングルタスクって呼ばれるパターンで、一方そのヒロインキャラであるみっちゃんっていうキャラクターだと、まあまあの深さで長時間仕事作業を集中できて、で集中するのも早いと、まあそういうタイプはこうさっき言ったそのパン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 っていろんな仕事に取り掛かれるので、まあ、いわゆるマルチタスクって呼ばれるタイプですよね。ま
まあ、今挙げた2人でも、もうものすごくキャラクター分かれてると思うんですけど、この3つの組み合わせですごいいろんなキャラクターがなんか想像できるなと思って、それぞれ皆さんの知り合いの中でも、あ、この組み合わせはあいつっぽいなとか結構あると思うんですよ。なので、あの割とそのキャラクター造形にもこの論理って自分の中で役立ってて、キャラクター作る時にあのなんとなく想像しとくと、まあ、後々の展開に生かしやすいとか、なんかそういうのもあって、実際その前あのツイッターかなんかでアンケート取って、そのどういう組み合わせが多いのかっていうのを結構あの調査したことがあったんですけど、結構偏るんですよね。だからあの割とそのベタなタイプっていうのは多分存在してて、まあ、多くの人は割とこの組み合わせが多いとかで、この組み合わせはすごいレアだよねっていう、その希少性っていう差はもしかしたらあるのかなと思って、だからその優劣はないけど希少性の差はもしかしたらある。でそう仮定すると、あのやっぱりその劇中に出てくるこの集中がスーパー深くて入るのもスーパー早い、1秒で集中マックスになれるんだけどめちゃくちゃ集中短いっていう、現実だとなかなかいなそうなタイプでも、もしいたらめちゃくちゃ天才っぽいっていうキャラクターが、あのまさしく、まあ、第1部の、まあ、ある種ラスボスですよね、騎士あかりとかは、まあ、そのタイプで、だからあの劇中ではその天才天才って言われてるキャラクターですけど、そのだから優劣で言うと、もう超優の方にいる風に描いてるんですけど、まあ、実際はその正確には希少であるっていう、レアであるっていうのが、まあ、正しい見方なのかなと個人的には思ってます。まあ、実際ね、あの劇中でもそういう風に言ってるんですけどね、なんかポケモンで言うとミュウだねみたいな風に言ったりとか、なんかこの集中力の質のこの自己分析をして、まあ、へこまないでほしいというか、あのだから多分ね、大事だと私が思ってるポイントとしては、最初にも触れたように、あのその組み合わせを、あの自分はこういう組み合わせだって知ることと、それに合った仕事を選ぶっていうことがもしかしたら大事なのかなと私は思ってます。だからさっき言った、あの一瞬でもスーパー集中できるけどあんまり長くないっていう、あの岸あかりっていうキャラクターは、あのまあスーパーモデルなんですよね、キャラクターとしては。だからあの撮影のそのワンショットの時だけギャンって集中すればあのいいっていう仕事なので、あのなんか朝から晩まで集中しなくてもいい仕事なので、すごく活かされてる。でも一方で多分岸あかりなんて会社員も何の役にも立たないんですよ。サラリーマンやらせてたら多分ポンコツ社員ってなってただろうし、そう考えると本当にあの適材適所というか、集中力の質を知ることで自分の向いてる職業っていうのがなんとなくこう分かるんじゃないかなと。まあ、なのである種自己分析の一個の物差しとして、もしかしたらこれは使えるかもしれないと思いながら書いてました。まあ、劇中でね、そのたびたび出てくるその才能しかないクズっていうフレーズが、まあパワーワードとして出てくるんですけど、あのまさしくやっぱり岸あかりとか主人公の一人山岸エレンとかはものすごいこう突出したあの珍しい才能なんですよね、集中のタイプなんですよね。だからハマるともう世界の頂点に立つぐらいのプロになれるんだけど、それを見つけられるかがこう運命の分かれ道というか、なのでそれでいうと多分多くの人が共感しやすいのはやっぱりあのもう一人の主人公である朝倉浩一の方だと思うんですけど、ベタなタイプというかよくいるタイプなので、まあそれをその劇中ではあえてその凡人とか言ってますけど、集中力の質っていうフィルターを通してみると、まあ、凡人も天才もその優劣ではなかなか言いづらいと。じゃあ
話戻って、才能の正体、天才とは何かっていうお話を最後にさせていただくと、僕の持論では天才っていうのはその状態のことだと思ってて、生まれながらにしてその天才か凡人かっていうのが分かれるんじゃなくて、これだっていうその天職を見つけて、それがこうもう全ての歯車がこうガチッと噛み合ったみたいな状態のことを天才状態って呼ぶんじゃないかなって僕は思ってて、だからまあ、例えばその僕その漫画家っていう職業はもう全員天才だと思ってるってずっといろんなところで言ってるんですけど、それにも意味があって、子供の頃にその将来の夢って書くような職業ですよね。なんか漫画家、プロ野球選手、アイドル、そういう仕事ってその仕事に就けてるだけで僕天才だと思う。だそういう仕事があったりとか、でもう一方そのすごく見えづらいけど、その多くの人が見過ごしがちだけど、会社員っていうのもすごい適性がいると思うんですよ。だからそれで言うと、その僕は会社員めちゃくちゃ向いてなかった、無理してやってたんですよ。まあほとんどの人はそのいやそれは甘えだっても言うと思うんですよ。でもみんなと足並み揃えて仕事しなきゃダメだろうって、まあ、先輩にも言われてたし、それはそうなんだけど、もしかしたら会社員の才能がない可能性もあると思うんですよ。で僕は今となってはそうだったと思ってるんですよ。レアかどうか、希少かどうかでいうと漫画家の方が少ないから、人口が、だから世の中的にはその漫画家の方がその才能がある仕事って思われるかもしれないけど、それはさっき言ったその優劣じゃなくて多いか少ないかの話だと思うんですよね。集中力の質に差がある、違う性質を持っているからこそ向いてる仕事がやっぱ明確にあるんじゃないかなと思って、だから僕はその会社員からちょっとはみ出しちゃう後輩とか見ると、そのなんかあんまり強制はしたくないというか、その無理して、めちゃくちゃ負担かけてその会社に縛られなくてもいいんじゃないかなって思うのは、やっぱ自分がそうだったからっていう、まあ、そんな感じで集中力の質っていうキーワードが劇中に登場したあたりから、結構その登場人物とかもそれぞれ僕の中でも整理できたし、そこからこうどうキャラクター同士がこう化学反応を起こすのかっていうのも、割とそのこの視点が加わったことですごい活性化された気がしてます。まあ、なので左利きの絵でもし未読の方がいらっしゃったらぜひ読んでほしいんですけど、今言ったその本当にもうピンからキリまでいろんなタイプの人間が出てきて、天才としてチヤホヤされてる人もいれば、そうじゃない人もいる。でもそれぞれ優劣のない才能なんだっていうふうに書いてるつもりなので、まあ、なんかかなり人数出てくる漫画なので、キャラクター多い漫画なので、読んでくださったらなんか自分と似てるキャラクターもしかしたら見つかるんじゃないかなとも思っています。で、ジャンププラス版の方が多分圧倒的に知名度高いと思うんですけど、リメイクしたのってそのいわゆるその原作でいうところの第1部っていう部分までなので、今実は第3部始まってるんです。だから倍以上あるで、第3部もすっごいキャラクター、いろんな変なキャラクターも増えたし面白いんで、よかったら原作版の方もジャンププラスは読んだよっていう方も原作版ぜひ読んでほしいなと思っております。ほんで多分この動画出す頃にはちょうど第3部の1冊目にあたる原作版左利きのエレン31巻というものも出るはずです。概要欄に貼っておきます。であともう一冊同時に出るんですけど、劇中に登場する一番怖いキャラクターとして有名な柳はじめっていうキャラクターがいるんですけど、彼の半生を綴るというスピンオフが今連載してまして、左利きのエレン外伝シックっていう本なんですけど、それの第1巻も同時に出てますので、よかったら
この2冊同時に、買っていただけると嬉しいです。ちょっとね、初めてその漫画の内容、あの集中力の質について深掘りというか、あの口頭で喋ってみたんですけど、まあ、もしあの反響ちょっといつまであったら、また続編とか、あのもうちょっといろんな、もうこの話多分フルでしようと思ったら結構あるんで、よかったらチャンネル登録、グッドボタンなどで、よかったよというのを何かしらの形であの表明してくださると、もう一回続きやりますので、ぜひともよろしくお願いします。イザラヒキのエレン31巻、イザラヒキのエレンガイデンシック単行本よろしくお願いします。